兵庫県新温泉町で毎年恒例のビーチサッカー大会が今日開幕し、参加者が熱い戦いを繰り広げています。強い日差しが照りつける中、美しい海岸を選定した日本の白砂青松100選に選ばれている兵庫県新温泉町の浜坂県民サンビーチにサッカー好きが集まりました。この大会はビーチサッカーを通じて屋外スポーツの楽しさを体感してもらおうと新温泉町などが毎年開いています。今日から2日間の日程で開かれ、幼稚園児から大人まで県内外の合わせて26チームが参加しました。ビーチサッカーは1チーム5人制で素足で専用のボールを使用。参加者は砂に足を取られながらも白熱したプレーを繰り広げました。相手のちっちゃい女の子がね、すごく上手で、そうしてやられましたね。あれは将来有望ですよ。まだ砂に慣れてないからやりにくいですけど、やっぱりいろんなプレーが生まれるので楽しいです。競技は年齢などでクラスに分かれて行われ、明日優勝チームが決まります。